レッスン193すべてのことは神が私に学ばせようとしている教えですすべてのことは神が私に学ばせようとしている教えです神は学ぶことを知りません それでも神の意志は神の理解が及ばないことにまで差し伸べられています。なぜなら神は神から受け継いだ神の子の幸せが乱されることなく限りなくいつまでも増していくことを意図されているからです。そしてその幸せが豊かな創造の喜びの中で永遠に拡張されること。 神のうちでは永遠に解放されていて全く限界がないことを意図されているからです。それこそが神の意志です。それゆえに神の意志はそれがなされることを保証するための手段を提供するのです。神は矛盾するものを何一つ見ません。 しかし神の子は矛盾するものを見ていると信じています。従ってその人は自分の間違った見方を訂正し、知覚が終わるところへ自分を連れ戻すビジョンを与えることができる存在、ホーリースピリットを必要としています。神が知覚することは全くありません。それでも神こそが 天国の光が十分に地殻を照らし出せるように地殻を誤りのない美しいものにする手段を与えてくれるのです。神こそが我が子が反対しようとすることに応じその人の罪のなさを永遠に安全に保ってくれます。神があなたに学ばせようとしているのはこのような教えです。 神の意志はこうした教えのすべてに反映しています。すべての教えは愛する我が子への神の愛に満ちた優しさを反映しています。それぞれの教えには中心となる思いがあり、その同じ思いがすべての教えの中にあります。それぞれ異なった状況や出来事、 さまざまな特徴や別別のテーマとともに、教えの形だけが変わります。そうした形ははっきりと目に見えますが、実在していません。根本的な内容は同じです。それは次のように言えます。許しなさい。そうすれば、あなたは、これを別の見方で見るようになります。 確かに全ての苦痛がただ許さないことから生じるようには見えないでしょう。でもこの思いがあらゆる形の根底にある内容です。同じ思いが全ての教えの中にあるというこの同一性が学びを確実にするのです。というのもその教えはとても簡単なので 最終的に拒まれることはありえないからです誰一人これほど明らかな真実から永遠に隠れていることなどできませんこの教えは数え切れないほどの形の中に現れますがそこにこの簡単な教えを見つけたいと思いさえすればすべての形の中にたやすく認められます 許しなさい。そうすればあなたはこれを別の見方で見るようになります。これがあなたがあらゆる試練苦痛苦しみの中にいる時にその形にかかわらずホーリースピリットが伝えてくれる言葉です。この言葉によって誘惑にそそのかされることはなくなり 罪悪感は放棄さされれて二度と崇拝ななくなりますこの言葉が罪の夢を終わらせあなたの心から恐れを取り除きますこの言葉によって救いが全世界にやってくるのです苦痛が実在すると信じたくなり命の代わりに死を選びたくなるときには この言葉を言えるようになりましょう。この言葉にはすべての心を束縛から解放する力があると理解した時にはこの言葉を言えるようになりましょうこの言葉はあなたを支配する力が与えられているように思えたすべての出来事を支配する力をあなたに与えてくれます あなたがこの言葉をしっかりと自覚しこの言葉は自分が見るすべての出来事そして誤って見ているどの兄弟にも当てはまるということを忘れない時あなたはすべてのものを正しく見ていますあなたが間違って見ている時すなわち誰かがその人の学ぶべき教えを築き損ねている時 どうしてそれとわかるのでしょうかあなたには苦痛が現実に思えますかもしそうなら教えが学ばれていないことは確かです。許そうとしない思いが隠されている心の指示によって見るならばそこに苦痛があるのは当然です。神はあなたがこのように苦しむことを望まれていません。 神はあなたが自分自身を許すよう援助の手を差し伸べています。神の子は自分が誰かを覚えていません。だから神はご自分の愛やその愛がもたらすすべての贈り物を我が子が忘れないようにするのです。あなたは今自分自身の救いを放棄するつもりでしょうか すべての苦痛が消え去り神が神の子によって思い出されるようにと天国の教師があなたの前に置く簡単の教えをあなたは学び損ねるつもりでしょうかすべてのことは神があなたに学べせようとしている教えです神は許そうとしない思いを訂正せずに残されることはありません一本の棘 一本の釘でさえ聖なる我が子を傷つけるものを残されることはありません我が子の聖なる休息がその人を守る永遠の住処において何の心配もなく穏やかで静かなものであることを保証されています私たちは今日平和を阻んでいるように思える数々の障害を 「たったた日で克服すする試みをしますたとえもう一日でもいえもう1分もう一瞬でも慈悲の心があなたのもとへ来てくれるのを遅らせないようにしてください」「時間はこのために作られています」「今日は時間をその目的のために使ってください」「朝と夜時間を割いて」 その本来の目的に役立たせるために使ってくださいその時間をあなたの心の底から求めることだけを満たす時間にしてくださいできる限りすべてのものを与えさらにもっと与えてください私たちは今急いで目を覚まし父の家へ行こうとしています あまりにも長い間留守にしていたのでもうここにぐずぐずととどまっていたくはありません練習する時には自分たちで解決するためにとっておき癒しから遠ざけてきたすべてのことについて考えてみましょうそれらすべてが姿を消すようどのようにそれらを見たらよいのかその方法を知っているホーリースピリットに 全部引き渡してしまいましょうホーリースピリットのメッセージは真実でありその教えもまた真実ですホーリースピリットの教えは神が私たちに学ばせようとしている教えです今日そしてこれから毎日1時間に1回少し時間をとって その日のために設定された形で許しの教えを練習します。そしてその一時間がもたらした出来事にその日の教えを適用してください。そうすれば次の一時間はその前の一時間に起こったことに拘束されていません。時間の鎖はこのようにして簡単に解かれます。その一時間が 次の一時間に影を投げかけることのないようにしましょう。その一時間が過ぎ去るときには、その時間内に起こったことはすべてその時間とともに去らせてください。そうすることであなたは縛られることなく、この世界の時間の中でも永遠に平和でいられます。次に挙げることが、 神があなたに学ばせようとしている教えです。すべてのものをあなたが神へ向かうための一歩であり、この世界の救いへ向かう一歩であると捉える一つの方法があります。恐怖を物語るすべてのものにはこのように答えてください。私は許します。 そうすればこれは姿を消すでしょうあらゆる不安あらゆる心配あらゆる形の苦しみに対してこの全く同じ言葉を繰り返してくださいそうすればあなたは天国の扉を開け父なる神の愛を天国に向かって掲げるために ついにその愛を地上に下ろす鍵を手にします神ご自身がこの最後の一歩を取られます神がご自分の方へ少し歩んできてほしいとあなたに頼まれていることを拒まないようにしてくださいすべてのことは神が私に学ばせようとしている教えです